ねえ、ドイツね、サネケガっていうニュース。やっぱみんな立位してるから、いいぞみたいな感じなんだろうね。あれね。でも、サネ出なくてもドイツっていっぱいいるよね。ニャブリもいるし、あれ誰だっけ、サネ以外の時のウィングって。あ、サネって絶対的な主力じゃなかった気がするんだよな。誰だっけな、ドイツ。ミラーとニャブリと、オーフマン。あ、ムシアラだ、ムシアラ。そうそうそう。普通にムシアラがいるんだよね。主力っていうか、こう絶対的って話ね。ね、でまあ、ゴレツカ、ギュンドアン、キミヒいるから、誰か一列高い位置。まあ、多分その中だと、ギュンドアンになるのかな、最近だと。ちょっと前だと、ゴレツカがね、ハバーツみたいなキャラだったけどね。ハンジュ・フリック・バイエルンの時、サネいましたね。あれ、いないか？いないかも。どっちだ？ニャブリ・コマン、コーチーニョ、いないわ。そう、いないって先言ったから、もう許して、許して。そう、だから全部先言ったから、許して、許して、もう言わないで、言わないで。お茶って言わないで、もう。言わないで、言わないで、先気づいたんだから。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。